はい。M1 見てる。なんか M1 って、待ち時間長くないですか？ 僕そのテレビで M1 実は見たことがなくて、なんか M1 が終わると YouTube 的なところになんか、スムーズに上がって、で、ネタのところだけ見るようにしてるんですけど、なんか、M1 ってネタ以外の時間妙に長くないですか？僕はなんか審査員のコメントとかすげえどうでもいいんですよね。で、なんか、こんな、なんか、その、なんか、そう、演技が終わった後とかの、そのなんか芸人さんの話とかもそんなに興味ないので、なのでなんかネタのところだけ見ると M1 ってすごい速さで見終わるんで、時間に厳しい方はそういった形にするといいんじゃないかなと思います。はい。笑いコンビニューヨークさんのことをご存知ですかね？途中でひろゆきさんの有名な言葉の不快感を覚えた自分に驚いたんだよね。を引き出したことで有名なコンビです。フランス在住のひろゆきさんご存知ないかと思いますが、日本ではレゲエ芸人として列あります。共演の機会効果ありますでしょうか？もしくはもう共演してるとこありますか？アベマの、なんだっけ、マッドマックス TV っていうので共演してる気がしますよ。霜降り明星の粗品さんが高額スパチャの視聴者不当客、定額スパチャ細客、スパチャナチをクズとランク付けしています。今の世の中媚びずにクズと生きるのがめちゃくちゃおもろいなと思います。ギャラもギャンブルにガンガン突っ込み派手に散る様が清々しいです。粗品さんをどう思いますか？いや、結局だからそのスパチャ代で食おうとしてるわけじゃなくて、芸人としての面白さを売りにしてると思ってるし、で、細客もそれが面白いと思ってやってるので、なので全然問題ないと思います。はい。清々しいよ、僕これ冗談って言ってますよ。はい。あ、すいません。バカにしてるわけじゃなくて、ね。わかる人だけわかるネタとして言いました。はい、すいません。オリエンタルラジオの中田さんが慶応で、で、深川亮さんは早稲田だったかな？なんか割と高学歴の芸人さんでちょこちょこ出てきてるんですけど、長い間やったから売れるわけでもないですよね。要はその芸人さんって多分100人挑戦したうち、本当に芸人で食えてる人って多分1人2人だと思うんですよね。で、じゃあなんで食えてる人がいるのっていうと、あ、深川さんも慶応でしたっけ？ネタをちゃんと作れる人が結構売れるんですよ。で、ある程度まで行くとバラエティ番組に出て、それっぽいことをペラペラ喋ってるだけでお金をもらえるっていうのがあるんですけど、まずは芸人さんって、ネタがそれなりにできてないと売れないですよね。あ、小島よしおさんだ。早稲田の人。で、じゃあ、ネタを作るときに、じゃあ、高校生のネタとか、大学生のネタとか、いろんな経験をしてる人の方がいろんなネタ作りやすいんですよね。なので、例えば会社で働いたことない人って、会社のネタ作るの難しいじゃないですか。なので、いろんな経験をして、いろんな勉強をするっていうのをやった人の方が、ネタを作れる、いろんな引き出しが増えるので、なので、とりあえず一生懸命勉強していいところに行くっていうので、で、ネタも作りながらやって、別に M1 とか R1 って高校生とか大学生でも参加できると思うんですよね。なので学生をやりながらそういうのに参加して、で、あばよくば賞を取ったら学校辞めちゃうっていうのでいいんじゃないかなと思いますけど。来年芸人になります。売れるためにはひろゆきさんならどんなネタを作ったり、どんな戦略を取りますか？本当申し訳ないんですけど、芸人で売れるためにこれをやったら売れるっていう考え方を今の時点でしてると、多分うまくいかないと思うんですよ。例えば、ゲッツみたいな、小ネタあるじゃないですか。で、あれで、売れて金儲かる時代ってもう終わっちゃってると思うんですよね。で、じゃあ、今芸人さんで、最近じゃあテレビによく出るような芸人さんどんなの？みたいになると、フワちゃんとかなんですよね。要は、もともと YouTuber として人気がある人だから、キャスティングすると視聴率上がるよねっていう、すごく当たり前に簡単に計算ができる人っていうのが呼ばれるんですよ。なので、ファンが多い人は呼ぶとその番組見てくれるから、じゃあファンが多い人呼んだ方がいいよねっていう、至極当たり前の計算のもとにキャスティングが決まるので、で、面白い人って、有名じゃなくて面白い人を呼んでもしょうがないんですよ。見てもらえないから。例えばじゃあじゃあ死んだ魚を目をしてる、すげえ性格の悪いおっさんで、ひよやじさんという人が仮にいたとして、めちゃくちゃ面白いとします。でも、その人が出てるということで、その番組誰も見ないじゃないですか。で、深夜に出て、誰も見ないまま終わるんですよ。深夜でたまたま見たとしても、ああ、面白いね、ふーんで終わるんですよ。なので、要は番組を見る前に、この番組見たいって思わせないとダメなんですよ。で、録画されて、それが世に出回って、すげえ面白い番組だったよねっていうパターン。例えば、写像ひろゆきで検索してもらえると、多分ね、10年前ぐらいのね、テレビの動画が未だに YouTube に上がって再生数回ってるんですけど、あれ、テレビ局に1円も入らないんですよ。こんな面白いシーンがテレビであったよねっていうことは、みんな動画で見るんですけど、でもじゃあ、テレビ局の収入になるかっていうと、1円もならないんですよ。
テレビ局の収入っていうのはリアルタイムでその時に CM を見てくれる人がいるからスポンサーがお金出してくれるので、要はこんなにテレビで面白いことがあったよって動画を見てる人たちって1円にもなってないんですよ。で、じゃあ、その僕が写像がなんたらっていう動画があるんですけど、あのニュース番組をその後見た人いるかっていうとほぼいないんで、あの番組なくなったんですよ。なので、その、要は YouTube の動画でみんなが面白いって言って見た動画なんだけど、元々の番組はもうなくなってるんですよ。っていうぐらい、実はその面白いことをやったとしても、テレビの方に客が戻ってこない限り意味ないんですよ。なので、じゃあ、めちゃめちゃ面白いから、うちのテレビ番組で出して、その人をどうなんかヒットさせようっていう、その男気のあるプロデューサー、ディレクターっていうのがいた時代もあったと思います。ただ今はもう本当にそのテレビ局自体も不況で、そのテレビ制作よりも不動産の方が収入多かったりするんですよね。その要はテレビ制作で儲ける利益より、その不動産として貸し出してる、その赤坂サカスみたいなところの賃貸料の方が儲かるみたいなのが、今のテレビ局の構造だったりするんですよ。なので、そうするともうすでにファンのある人しか生きていけないので、もし芸人として人気を得たいというのであれば、多分 YouTuber なり Twitter なりのフォロワーを増やすとかで、すでに人気者ですっていう状態で芸人にならないと、なかなか枠は手に入らないんじゃないかなと思います。はい。